乗車カード、乗車カードとは、鉄道やバスなどの公共交通機関を利用する際に運賃などとして利用できる、磁気ストライプカードや IC カードなどによるプリペイドカードである、ご払い式のカードもある。公共交通機関を利用する際、乗車時、降車時に読み取り機に情報を読み取らせるだけで運賃の支払いが可能なカードである。通常のプリペイドカードと同様、 事前に代金を支払って購入し、残額がゼロになるまで繰り返し利用できる。バス、路面電車においては、乗降客が整理券を取る、小銭を両替する、運賃を確認し、収受箱に入れる等の煩わしさから解放される。また鉄道においては、利用者が出社つくじや自動券売機に並んで、乗車券を購入する必要がなく、これにより、事業者側は、 自動券売機の設置台数を減らせる、などの利点がある。さらに非接触型 IC カードの場合、カードを財布などから出し入れする必要すらない。乗車カードによってはプレミアム、割増やポイントがつくこともある。工術ほか、カードに乗車情報を書き込むことができるので、乗車カード利用者限定の乗り継ぎ割引制度を設けていること者もある。読み取り機。 自動改札機で直接使用するほかに、乗車カードによっては、自動券売機での乗車券、料金券、特急券などの購入や、自動生産機での不足運賃の生産、乗り越しなどにも使用できる場もある。システム面の観点からは、ストアードフェアシステム、口述である。鉄道においては、磁気乗車券用改札機の実用化が要件であった。当初は、事業者ごと、 乗車カードごとに独立したシステムで共通化されていなかった場合が多かったが、非接触型 IC カード式システムの普及とともに、複数の事業者でカードが共通化されている子も多くなった。ストアードフェアシステム、ストアードフェアシステムは、カードに運賃を貯めておく、鉄道用乗車カードのシステムである。乗車回数を貯めておく、ストアードライドシステム、ストロドライドシステムもある。 日本で現在運用されているカードのシステムはほとんどがストアードフェアシステムである。このシステムは改札より入場するときに自動改札機によって情報をカードに書き込み出場する際に入場記録から該当運賃を算出してカードより引き落とすシステムである。入場記録が存在することが前提になるので全ての改札に情報書き込みが可能な自動改札機か。 それに純序装置が必要とされる。不正乗車を防ぐため、自動改札機で、カードの入場処理と出場処理を交互に行わなければ、改札機を通過できなくしている事業者もある。IC 乗車カードをファリサや、NFC 対応の携帯電話等、スマートフォンや PHS 等を含む利用して、運賃の支払いが可能になる場合がある。運輸事業者の対応。 システム導入にも高額経費を要する、および高機能な携帯電話の一般への普及という、両方の条件を要するため、導入は先進国中心であり、限定的である。日本のモバイルスイカ、香港の発達通り、オクトパス、台湾の UU カード、UU、EG カード、シンガポールの EZ リンク、韓国の T マネーなどで、モバイル利用が可能なサービスが存在する。 この場合、乗車カードと同様に、非接触型 IC カード対応の改札機、読み取り機等に対応の携帯電話等をかざすだけで良い。なお、事前に決済情報を含めサービス登録されていることが必要であ。る。なお、自動券売機等では IC カードホルダーやカードを機械内に挿入する方式など、カード形態を前提としている場合があり、携帯電話等は、 決済に利用できないことがある。このため、日本の JR 東日本の主要駅では、チャージ専用機を設置し、カード挿入ではなく非接触方式によりチャージ等の処理ができるようになっている。これにより、携帯電話にチャージできるだけでなく、カードタイプのものでも、定期券入れや財布などから出さずにチャージができる。首都圏の大手市鉄、東武鉄道、小田急電鉄、 東京急行電鉄などにも、非接触式のチャージ専用機が導入されているが、携帯電話は対応していないことが多い。日本の IC カード乗車券、口術が使える交通機関、発達通りが使える香港の交通機関、オイスターカードが使えるロンドン交通局など、多くの鉄道駅や路線バス等において、入場の際に、駅の自動改札機、または簡易 IC リーダーにタッチし、 出場の際に再び、これらにタッチすることで簡単に使用できる。路面電車や路線バスにおいては、駅や停留所には IC リーダーが設置されておらず、車両の乗降ドア付近の IC リーダーに乗り降りの際にタッチすることで使用できる。従来の時期券と同様に改札機に投入するものが多い。なお、日本の沖縄県のユイレールでは、QR コードによる読み取り、 方式を採用している。時期カードを使用する方式。乗車カード導入当初はこの方式が多かった。乗行の際、読み取り機あるいは読み取り機能のある自動改札機に挿入する。カードの種類によっては、裏の時期面に乗車日や乗車時刻、利用区間、支払額などの情報が印字されるものもある。カードは使い捨てで残額を使い切ったら、 処分して再び新しいカードを購入する。カードの発行事業者や種類によっては、利用可能額が販売額より少し高いものがある。集積回路 IC を組み込んだ非接触型 IC カード以下、単に IC カードを用いる方式で2000年代以降、各地で導入が進んでいる。カードを財布や定期入れ等に入れたまま読み取り機にかざすかまたは、 タッチして使用することが可能となり、装置への挿入を省く分、ユーザーの使い勝手が向上している。その反面、どうしても読み取り、書き込みのエラーが増加しがちであり、各事業者では読み取り機にはカードを財布等に入れたままでも構わないが確実に接触させるよう求めている。IC カードでは、同じカードを使い続けることが前提で、残額を使い切ったときは、駅や、 バスターミナルなどに設けられた自動券売機やチャージ機によりチャージ積み増しして再使用する。利用額にデポジットを加算した額で発売していることが多く、不要になった時はカードを発行元に返却するとデポジットが戻る。事業者によっては IC カードに定期券や1日乗車券などを搭載することができる。クレジットカードと紐付けされるものもある。 カードの発行事業者や種類によっては、利用区間の運賃や、利用回数に応じて、ポイントが加算されるもの、カード利用者に限り利用区間の通常運賃より、安い額が引き去されるもの、入金した金額より少し高い額が積み増しされるものもある。IC カードの導入により、従来の磁気式カードを廃止した事業者もある。交通事業者によるプリペイドカードの例として、 1985年、昭和60年に、当時の日本国有鉄道、国鉄がオレンジカードを発売したほか、他の交通事業者でも同様のカードが発売された。これらは乗車カードではなく、自動券売機に投入して、乗車券と引き換えるカード、間接式で、カードをそのまま自動改札機に投入することはできなかった。路線バスでは1980年代以降、 均一運賃制の路線で乗車カード以降バスカードを導入した例があったが本格的かつ大規模な導入としては1988年昭和63年に神奈川中央交通が導入しカンナ中バスカードが初期の事例となるカンナ中バスカードは宅間運賃制で日本初となるシステムであり後のバス共通カードやパスもスイカにおける バス特にも引き継がれるプレミアム割引付きであった。これ以降、各地のバス事業者でバスカードの導入が進んだ。一方、鉄道では、名古屋市交通局が1989年、平成元年、地下鉄の自動改札機に直接投入することができる回数券カードを発行し、また、東日本旅客鉄道、JR 東日本も1991年、 平成3年3月1日に s f 方式のイオカードを山手線内の一部の駅で利用開始し、その後首都圏各駅に導入を進めていった。1992年平成4年4月1日には阪急電鉄がラガールカードでの SF システムを開始。こちらは自社線全駅で使用可能となった日本初のシステムとなった。この後バスの事例と同様に 各鉄道事業者で SF システムによる乗車カードが普及していった。バスカードについては、同一地域内での各事業者の乗車カードの共通化が早くから各地で進められ、関東におけるバス共通カードのように広域的に共通化されたものもあった。鉄道用カードでは1996年、平成8年3月20日に関西5社局が 日本初ののの、広域の複数事業者での共通利用システムととししてスルッと関西を開始した。1997年9月1日、香港の公共交通機関に発達通りが導入された。これは鉄道を含む公共交通機関の IC プリペイドカードとしては世界初である。日本でも同年10月1日に静岡県岩田郡と与田町、現、 岩田市で導入された U バスカードを皮切りに各地に広まった。2001年11月18日に JR 東日本が関東県424駅で日本初の非接触型 IC カード車検、追加の利用が開始され、地方施設を含む様々な鉄道、バス各社で IC カード乗車券の導入が進んでいる。2010年頃から交通系、 IC カード全国総合利用サービスが全国に拡大し始め普及が進んでいる。ここでは日本以外を列挙し日本のものについては口述する。資金決済法により1000万円を超える金券、前払い式商標を発行した者、事業者は通常は残高の半分以上を法務局に協託しなければならないが乗車カードの場合は乗車券と 解釈されるの供託は不要となっている。電子マネー機能付き乗車カードなど、カードに、金券的性格がある場合は、供託金の供託義務が発生する場合がある。乗車カードには、有効期限を設定しているものがある。すなわち、SF としてチャージするなどしても、その後利用せずに、一定の期間を経過するとその価値が滅失する場合がある。例として s u は、 10年間一度も利用がない場合は、当該カードが利用停止、無効化という扱いになる。残額がある場合は、記名、無記名を問わず新しいスイカに移し替え処理が可能である。乗車カードについて、紛失、盗難が起きた場合には、事業者によって対応が異なるが、例としてスイカやパスも、その他スイカ準拠の乗車カードについては、通常、記名式。 定期券については再発行に応じることが多い、手数料を取られる場合がある。無記名式の場合には、執行、再発行なしとなることが多い。破損等の障害、読み取り不良等が発生した場合は、事業者により対応が異なる。大規模災害などによる大規模な停電や通信障害が発生したような場合、乗車カードの電子マネー機能や、 IC 乗車カードのオートチャージ機能などは、それが復旧するまでは機能せず、その価値を行使できなくなる。もっとも、そのような場合には、鉄道や駅設備のほとんどは、運休や休止し、バスについてはシステムによるが、IC 乗車カードでも、オートチャージを除き対応できる合わせがある。磁気カードは原則対応可能である。自動券売機にて、乗車券等と引き換える。単なる、 プリペイドカード、間接式タイプとしては、JR グループ各社が取り扱うオレンジカードがある。かつて大手私鉄など各所で発行されたが、近年は SF 機能カードへの移行が進んでおり、発行する会社は少なくなっている。SF 機能付きの乗車カードにおいても、残高不足や複数人乗車、小児料金などの特殊な場合の運賃等に対応するため、プリペイドカード同様に、 自動券売機で乗車券等と引き換えることができる。また、乗車カードは入場券としては使用できない事業者がほとんどである。日本では1980の1990年代以降、バスや鉄道などの運賃収受システムとして日本国内各地で導入されるようになった。また、日本では2001年からは非接触型 IC カードによるものが普及しつつある。 映画地下鉄とその更新の東京メトロで用いられた乗車カード SF メトロカードや改札に表示される SF はこのストアードフェアの頭文字に由来する以下本項目でもストアードフェアを SF と略する松浦鉄道など一部日本のローカル線では駅に IC リーダーが設置されておらず後述のバスや路面電車のように車両の乗降ドア付近の IC リーダーに 乗り降りの際にタッチすることで使用できる。また、富山地方鉄道では、有人駅で自動改札機や簡易 IC リーダーにタッチし、無人駅で車両の乗降ドア付近にある IC リーダーにタッチする併用方式をとっている。とかエリアなど一部を除き、入場するためにはカードに、少額の残金が残っている必要があり、例えば Suica や PASMO では残金に、初乗り運賃分が、 愛国家は1円以上、ピタッパ以下では10円が残っていないと入場できない、出場する前にチャージする必要がある。バスや路面電車は、運賃均一の場合、乗る際、または、降りる際に一度 IC リーダーにタッチするだけで使用できる。距離性など運賃が不均一な場合は、乗る際に IC リーダーにタッチし、降りる際にも IC リーダーにタッチすることで使用できる。 船舶やその他の交通機関では電子マネー扱いとなっている場合もあり IC カードでチケット料金や利用料金を払うという形となるこのため電子マネー部分の方式が異なるピタパでは全国総合利用ができないケースもある磁器カードでは同種のカードを地域内の各事業者が導入することで複数事業者での共通利用を実現した例が 多いが、IC カード乗車券の場合はそれだけではなく、IC カード乗車券を別の IC カード乗車券のサービス提供エリアで利用できるサービスが実施されている例がある。例えば、カード A を使用しカード B のエリアを、かつカード B を使用しカード A のエリアで相互に利用できる、相互利用、スイカイコカとかエリアなどがほとんどであるが、カード A を使用しカード B のエリアで利用できるが、 カード B を使用しカード A のエリアで利用できない、いわゆる変ー用、アイコかパス P などの場合もある。2013年3月23日からは、キーとかスイカ、パスモとかマナコアイコかピットパシゴかニモか、早か県の10種類のカードについて、乗車カードとしての相互利用を開始している、交通系 IC カード全国相互利用サービス。これらは事業者同士の提携によるため、 相互利用以下、変利用を含むの可否には、組み合わせがある。また、乗車券として、交通、電子マネーとしての相互利用可否にもそれぞれ、組み合わせある、図参照。カード利用時に受けられる、サービスの一部について、相互利用の他のカードでは、そのサービスを受けられないことがある。なお、鉄道の場合は、多くの事業者で、乗る、駅、途中の経路、 降りる駅いずれも IC カード乗車券の同一サービス提供エリア内にあることを前提としている前日の相互利用ができる場合であってサービス提供エリアをまたぐ利用はできない場合が多いそのような場合には現金等または IC カード乗車券を使用して通常の乗車券等を購入することになるなお交通系 IC カード全国相互利用サービスにおいて 電子マネーサービスについては、ピタパを除く9種類の IC カード乗車券での相互利用となっている。これは、ピタパの決済方法がポストペイであり、店舗の IC カードリーダーの仕組みが違うためである。そのため、既存のピタパ導入店舗にアイコカの導入が、また一部のアイコカ導入店舗にピタパの導入が進められている。IC カードの所有権は、 発行事業者に帰属しており、事業者、発行者から利用者に対する対応となっている。しかし案内上は IC カード乗車券に対しても事業者、発行者自身が購入、販売、売りなどの業を用いる場合が多い。対応にあたり交通機関の利用に使える利用額の他にデポジットが収受され IC カードを事業者に返却するとデポジットが返却される。 2012年3月、一部の交通系 IC カード提供会社でインターネットから乗車履歴を紹介できるサービスの一時休止が相次いだ。パスモとサープカでは3月1日、ニモカでは3月2日に紹介サービスの停止に踏み切った。このうちパスモは同年5月18日に紹介サービスの終了を発表した IC カード番号と カード登録者の個人情報、氏名、電話番号、青年月日など、一般的な個人情報をウェブから入力するだけで、誰でも乗車履歴を紹介できる点が問題とされている。ほとんどの鉄道事業者では1000円単位でのチャージとなっているが、JR 西日本及び JR 東日本の一部の、券売機及び乗り越し生産機では500円単位、京都市営地下鉄と東京メトロ。 東急電鉄の券売機及び乗り越し生産機では10円単位でのチャージも受け付けている。また、チャージ残高不足の場合には、乗り越し生産機で不足分のみチャージできる会社もある。以下に、日本の IC 乗車カードの一覧を示す。太字のものはお財布形態の SF 機能対応。印のものは、交通系 IC カード全国総合利用サービスによる。 相互利用が可能なカード等、以下単に、全相互対応カード等と略すである。乗車カードそのものではないサービス名については、可記する。なお、複数の事業者にまたがって運用されているカードの、事業者詳細については、当該項目を参照されたい。過剰書きの入れ子について、変利用関係等を示す。各新幹線路線で、利用可能な IC 乗車カードサービスは、 現状、EXIC サービスに登録したカード等、モバイル追加特急券、またはタッチで、5、新幹線に限られる。新幹線での利用可否や、新材の立技条件も含め詳細は、各の項目を参照のこと。新材の立技の在来線部分の、運賃自動生産については、取扱い可否も含め詳細は該当エリアの、カード項目を参照のこと。 富山地区では、下記2種の IC 乗車カードが、相互利用可能である。上記のうち、タッピーを除く7種のエリアでは、いずれも、全国相互対応カード等の型利用が可能である。鹿児島地区では、下記2種の IC 乗車カードが、相互利用可能である。商業系電子マネーで利用できる鉄道、バスを下記に示す。また、全国各地のタクシー事業者、一部事業者、一部車両で、 利用可能な場合がある。すべてお財布形態の電子マネー機能にも対応する。なお、SF 機能ではないため、厳密には乗車カードには該当しない。試験導入のみのものは含まない。星印のものは IC カード導入によって廃止される予定。発行終了後の取り扱いなどの詳細は、項目があるものは該当項目を参照。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。